今をかける、その先に僕たちの未来がある。Go Next。東京手書き友禅といいまして、図案を考えてそれを着物に描く仕事をしております。友禅の魅力は自分が頭の中で想像したことを実際に手で描いて具現化できることだと。手書きだから個性が出ますし、その作品それぞれに色を掛け合わせて作っていく。やはりお客様に渡す以上はいいものを提供したいと思っているので、実際売り場に並んだ時にそれを見たお客さんが目がすごく輝くんです。それがすごく私にとって喜びですね。駆け抜ける道の先に思い描く未来とは。着物以外のデザインやアパレルとのコラボレーションとかを通してもっと身近に感じてほしいな。これ着物のデザインなの、すごいじゃん、かっこいいじゃんとか、これ着物だったんだね、かわいいねっていうのを感じていただいて、そこから東京で友禅をやってるんだと知ってもらいたいな。友禅っていうのは本当に自由なので、やり方次第では無限に広がる可能性がある。私の作品を見てもらってすごくワクワクして着物を着てほしいっていうのが私の希望です。その思いが僕たちの未来を作る。